スロバキア人民党は、スロバキアに存在したカトリック系の政党を、スロバキア民族の自決権とカトリックの協議に基づく強権主義を掲げた。なお党名は、1925年から指導者のアンドレイフリンカの名を冠して、フリンカスロバキア人民党に、さらに1938年には、スロバキア国民党などと合同し、 フリンカスロバキア人民党イコールスロバキア国民、統一党と変遷した。1905年12月14日、ハプスブルク帝国内において、スロバキア民族の利益を代表する唯一の民族政党であったスロバキア国民党から、カトリック系がジリナで離脱して、人民党の創設を宣言し、1906年3月18日に、正式に発足した。 ただ1913年までスロバキア国民党の一派としてハンガリー議会選挙に臨み1906年選挙では6議席を獲得した。チェ個人との協力関係を進める国民党主流派の姿勢に反発し1913年7月29日分党し正式に決闘した。第一次世界大戦中ハプスブルク帝国に反対するような 表だった活動を控えていたが、1918年に、スロバキア国民会議の結成に加わった。長らく党を率いた、アンドレーフ・フリンカ・チェコスロバキア建国後、ピッツバーグ協定で合意された、スロバキアの自治を要求し、プラハ政府の中央集権的な姿勢を批判した。1920年の選挙では、同じカトリック政党である。 チェコスロバキア人民党と合同会派を組んで33議席を獲得した。続く1925年の選挙では、スロバキア地域で35.4%の得票で23議席を得て、1927年になると、アントニー・シュベフラ第三次政権に閣僚を2名送り、与党の一員となった。しかし、党幹部で、 陰謀罪に問われたボイテフトカの有罪判決を受けて、人民党の閣僚は辞任した。1929年の選挙で19議席を獲得したが、連立政権に参加せず、野党の立場に留まった。1933年8月、ニトラで行われた1100年祭で、支持者を動員し、ヤンマリ・ペトル首相ら政府代表団の演説を妨害した上、 フリンカ党首がスロバキアの自治を要求した。またこの時期から国民連盟や国民ファシスト共同体などの急進右翼勢力と協力関係を築いた。1935年の選挙にはスロバキア国民党と自治ブロックを結成し22議席を獲得した。マリペトル政権及びミランホジャ政権は人民党との連立交渉を行い、 スロバキア支持の獲得を模索したが、政権参加に至らずに終わった。1938年8月、長年に渡り党を率いてきたフリンカが死去し、ヨゼフティソが新党首に就いた。ミュンヘン会談後、スロバキア地域にティソを首相とする自治政府が作られた。11月、ウィーン最定で、ハンガリーへの領土割上が決まった後、 共産党や社民党を除くスロバキア系政党を集合して、不倫化スロバキア人民党イコールスロバキア国民、統一党が作られた。12月の選挙では97%の圧倒的支持を得て、実質的な一党支配体制を敷いた。1939年3月、ナチスドイツによってチェコスロバキアが解体され、スロバキアが独立国家となり、 ティソが初代大統領となった。ソ連軍による解放を経て、チェコスロバキアが再建された後、人民党は活動を停止し、ティソをはじめ多くの指導者は、対独協力で裁判にかけられた。マレクガジーク法制、行政統一大臣、ヨゼフティソ公共保健体育大臣、ありがとうございます。